うわー来たー、こういうなんかモブが戦うところ好き。ライフコットのさ農夫とかクソ強かったよ。ここは通さんぞ、降りましろ。いやーこれやべ、パンチだった。ちょっと待って、まあまあまあここは普通に切るだろう。ギガブレード弱え。なんで全身全霊切りより弱いんだ。渾身切りだな、すごい。相手相手カジノの力すげえな、マジで。パンチでもいけちゃう？あとは任せろ。何もないじゃん。俺は潔癖症なんだ。助かったぜ、ありがとうな。俺にこいつを受け取ってくれ。お前が戦ってたの今。死んでるやついたぞ今。ありがとう、助かりました。潔癖症とか言って甘い。え、もうダメだ、ガク。俺しかいた、死んだふりだよ。グレイグの部下たち結構ひどくない？見た目にこだわって、風の帽子と、ゾンビメールでいくか。あ、やべ、これ乗られてないよね。あ、乗られてない、危ねえ。ユーナーを引退しよう、俺も。っていうか、薬草効果を使った後、すぐさま精神2回乗れば、必ず状態でなれるらしいぞ。なんて嘘だよ。お前、お前、混乱してるな、もう。実戦が初めてなのかな。強すぎる。この選手に守るたち今までのどんだけでも強いぞ。選手にとって一番の過ちは逃げるとはない自分の力を見誤ることだ。ここに生まれたちと戦って全然当たらないと感じるなら君にはこの選手はまだ早い。しかし独占の敵はここよりいくらか弱い者たちばかりだから服装で腕を磨いたら戻ってきてくれ。ふざけんなよお前、イラッときちゃったね。俺勇者なのに全員からすぎる。俺がいいもん落ちてる。足元を狙うとは卑怯なり、魔物。ああ死ぬー。俺に任せろ。魔物相手に卑怯だなんてお前はまだまだだな。俺は死の戦いってやつを見せてやる。プラチナブレードを持って渾身切りして渾身切りして渾身切りをすれば勝てる。好きだった相手に似ていて、きときめか、え、よっしゃ、次々どんどん来やがれ。まあこういうタイプが好きかもな俺も。しかも女の子なのか、もうやられた。もはやこれまでだ。仲間に手を出すな。私が相手ならかかってこい。勇敢な、勇敢なひげ親父。しょうがない、俺やってやるか。ゾンビ系最強さん強そうじゃない。何お前らひるんでるんだ、2撃で終わるぞ。何あいつ耐えやがった。いやいや、イケメンかもと思ってしまった。どっちがイケメンだろう。顔が骨のやつと目玉が飛び出てるやつか。どっちがイケメンだろう。
イケメンだっつって恥ずかしくなったりさ、初恋が男だったりで、主人公やばくなってきたな。かつて敵である私たちでさえあなたを助けてくださるんですね。この本はいつかお返しいたします。あ、そうだ、これ使ってくださいきっと大変だったはずです。ありがとう。はあ、やっぱりダメ、足かいて無理無理。だが俺はもうここまでだ。砦を皆を頼んだぞ。死ぬのかお前。救うもらった魔王の先生使うか、結構余ってんじゃないか。2号で使っちゃおう。全部やったか、もうこれで。俺が結局全部やってんだよ。俺って、あ、やばそう。我らデュークダルの三本刀、私を通り名は天中のイトル。逃がさないぞ魔物め。我らデュークダル三本刀、俺の通り名は剛力のナックル。逃がさないぞ魔物め。我らデュークダル三本柱、俺の名前は辻斬りのウィニー。ウィニーはやめろ。ちなみに俺の通り名はホラ吹きジジイのミノルだ。ふいに自分はどうしようもないやつで思えてきた。ああ助かったぞ、ありがとうな。あいつらほどは硬くて全く勝てる気はしなかったんだ。それさっきそこで拾ったんだ。拾い物で悪いがよかったら使ってくれ。火やばいところだったぜ。あんた噂通りものすごく強いんだな。死がと思ったサラサラ髪のお兄さん、本当ありがとうございます。もっとさ、すごいやつはいねえのかよ。なんなんだこいつら、倒しても大したことなく湧いてくるぞ。わあ来るな来るな。いよいよグレイ軍とかが来たか。もういねえだろ。構う余裕はない、来るぞ。あ、ホメロスかと思った。やばそうなの来た。怖え。その体験、その強さ、貴様がグレイグか。魔軍司令殿の言う通りだな。馬鹿正直で間抜けな面いよ。貴様を仕留めれば褒美はたんまりだ。魔軍司令殿は気前がいいぞ。歯並びがいいやつめ。お前たち何をボケっとしている。
策をする。グレイグ、お前仲間になれよ。まずはイオラとか超いいのがあるじゃねえか。イオラ、どうして、そう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 、どうしてって FB 隠しがよかったな。お前あんま強くねえじゃねえか。俺だって100は出るぞ。やばい、痛すぎる。ちょっと待ってくれ。くそ、 NP 回復しかよかった。じゃあちょっと俺回復するんで。でもこれイオラを使いまくるべきで。やばい、一人踊るよ。やめろバカ。くそ、攻撃力下げてくる。お前す、魔法の聖水使ってくれるとかマジかよ。ありがたすぎるぜ。ちょっと周りのやつがすげえデバフいってくる。うわー、もうイケメンかもしんないグレイグ、本当に恥ずかしいよ。ここは通さぬ。おい、イオラ、だいぶ散った。いいぞグレイグ、左の骨をやれ。もうめっちゃ食らってるけど大丈夫かグレイグ。いや骨をやるべきだよ。よしスカルゴンが打ち取った。よしこれ怠慢だ。アンコールキーってどんな効果だ。マヌーサかな。もう全身全霊144。これを、うわあ、ゾーンに入った。一人ソロ技ないの、ソロゾーン技。メラミ、弱え、マジかお前。俺が強くなりすぎたのかもしれん。我らの勝利だ。6ポイントもらえるってすごい成長期じゃん。グレイグ強そうだな。仲間になれよ。グレイグ様、王がお呼びです。あなたも共に。分かった。すぐに行く。グレイグさん、お急ぎの砦に戻られたぞ。デイカ太郎がその後を待っているから、あとは我らに任せて、その後も御殿へ向かってくれ。なんて話すか楽しみだな。おやすみなさい、みのり様。今回の勝利は何と言ってもあなたとグレイグさんのお力です。そうっすね。あとは我らテレカタールの兵に任せて、ひとまず体休めてくださいね。神デザインだよね。やったーやったー、お帰り。兵士さんたちみんなかっちょいいな。この砦を襲った魔物をバットってやっつけたんだって。みんなも一緒に戦ったんでしょ。すごいな、かっちょいいな。デグダの王様があんた探してるよ。魔物は対局者らしいが、まだ油断はできないからな。俺はしっかり見張りをするぜ。何泣いてんの。私迷子になっちゃったら、ママがどこかに行っちゃったのね。お願い、一緒にママを探して。なんで、
とめず前の対局したらね、よかったよかった、私とっても怖かったよ。泣いてるからなんか合ってるよな、話内容と。ミノル、あんたの荒れっぱかしの守りには負けないと母さん最初分かってたよ。今回の勝利の報告は済ませたかい？王様はきっとお喜びになるから、先に王様のテント行っておいでよ。王様ってどこだっけな、ここだっけな、あ、いる。この度の働き見事であった、グレイグ、そして勇者よ。お前たちのその強さを見て、わしは確信した。この地に光を取り戻す戦いを今こそ仕掛ける時だとな。魔物の巣窟と化したデルカダール城に潜入し、常闇を生む魔物を打ち倒す。お前たちにこの作戦を任せたい。お前も来い。お言葉ですが、王よ。まあ聞け、わしとて無策ではない。どうにか敵に一矢報いる手はないかと密かに城を探らせておったのだ。報告によれば、デルカダールの丘の崖上にデルカダール城内に潜入できる地下水路への道を見つけたらしい。通ったことあるやつか、神と。ほう、やっぱり城の中へ入るにはあの道しかない。この鍵で地下水路から城内へ忍び込むのだ。そなたに預けよう。デルカダールの鍵を手に入れた。王よ、私は反対です。その間砦の指揮は誰が取るのです？そうだよ、俺とダイアノルスに攻め入られればここは魔物の餌場と同じですぞ。ほんまやで。そこを利用するのだ。魔物がここを攻めている間であれば、また殺すのか。の警備は手薄になろう。今こそデルカダール城に潜む常闇を生む魔物を打ち払うのだ。ダメだ、エマがいるのに。すれば、やだ。再び我らに朝を取り戻せるだろう。エマが死んだら一生朝を訪れねえんだよ。私はこれ以上民を失うわけにはいかない。だからこそお前にこの作戦を頼むのだ。お前しかいない。このまま夜だけが続けば人の心も失われよう。なあに、案ずるな。わしはこの数ヶ月の間を思い知らされた。我が民は強く、優しさに満ちて何よりも勇敢だ。一晩だ、一晩持ちこたえれば我らの勝利。一回操られた人のことは聞ける。ここを手薄にする罠かもしれないぞ。デルカダール、またおかしくなったんじゃないか。任せたぞ。そなたらは我らの希望じゃ。大流れでミネルはしばらく休息を取った。そして出発の時が来た。いや、今回俺とミノル、俺とグレイグにコテンパにされたから、次はもう俺とグレイグをもうやれるレベルの津波が訪れるに決まってるよ。エマちゃん。ミノルはエマの顔をじっと見つめた。顔が少し微笑んだ気がした。クーン、寝室がヤガシがやってるところだから悪いんだけど話しかけないでおくれ。はい、あなたグス、うっ、俺さ、ファイブのドラッケーファイブの船から降りた時にさ、わかる、あのパパスと初めて
で出たらすぐスライムが出るところのなんか船着き場のもう女性の人がさ、もう10年後に帰ってきた時のあの旦那がモンスターに食べられちまったんだよとか言って夜になんか泣いてうなされてるのがすげえトラウマなんだよ。人にトラウマ植え付けるんじゃねえよ、なんてひどい作品なんだ。確かに空が闇に包まれている気がする。このままじゃまずいな。空が闇に包まれているよ。うん、確かにこっちは包まれ、こっちも包まれてないかな。あっちも包まれてるか。こっちもやっぱり闇だな。でもこっち側が、あ、やべ、お見上げさせてくれ。次回最終回、ありがとうございました。お疲れ様でした。またな。